はい、畠山重忠伝説紀行姿見抜け、こちらはですね、鎌倉街道、現在の国分寺市の鯉ヶ窪という場所になります。姿見抜けっていう池があるんですけど、近年はですね、整備されて用水なんかもですね、きれいに流れ込んでるんですけど、周りもこう住宅街ですね、もともと静かな場所だったんですけども、今日は紅葉もすごくきれいですし、散策するにはもってこいという場所になります。伝説ということなんですけど、重忠自体がですね、さまざまな伝説を持つ方ですので、その辺はですね、いろいろあるんですけど、いわゆる恋話の一つにはなります。重忠公についてはですね、牧ヶ原、最後に撃たれた場所、首塚とか、奥さんが、自刃した場所ですね、そういうところを中心に、撮影してます。それは別なビデオで出しますので、リンクの方をご覧ください。でこちらはですね、何かというと、畠山重忠公、ご存知ない方はいないと思いますけど、いわゆる鎌倉時代、武士の鏡とまで言われた方ですけども、その方にはですね、坂東武士なんですけど、兵士の、カム兵士の流れを組んでいてですね、現在 の埼玉県 の、秩父地方、秩父市、宇治の方ですね、関係の方たちが多くてですね、その一族畠山荘という荘園を管理していて、その畠山を名乗り、その一族になりますけども、清掃で負けたと言っていいと思います。当時いろいろあったんですけども、要するにですね、畠山氏がですね、御家人の中でもですね、かなりその優秀だったということと隙がなかったんで、さすがに北条氏もですね、鎌倉御家人を一人ずつ倒していくんですけども、その前に梶原景時とか頼朝以来のですね、武士たちもみんななんだかんだで滅ぼされていると。で当時はまだ足立氏とか三浦氏とか、後滅ぼされるんですけど、その鎌倉武将たちはまだ健在でしたので、すぐにということではないんですけども、北条のですね、要するに独裁王国を作りたかったわけですよ、鎌倉に。そうなってくると、頼朝亡き後ですね、二大将軍三大将軍いましたけども、有名無実となり全然力はなかったんですね。そんな中で畠山重忠という人は、頼朝公の信任も厚く、鎌倉武士の鏡とまで言われた人ですから、非常にその慕ってる人も多かったんですよね。後にですね、これは北条義時の話で、以前テレビでも特集ありましたけど、要するに北条時政からしたらですね、娘婿である、またここで牧の方が出てくるんですけど、テレビでもおなじみなんですけど、もうまさに陰謀渦巻く鎌倉の中でですね、特筆するような人ですよね。要するにその牧の方が産んだ、要するに時政から言ったら娘婿の平賀朝政っているんですけど、平賀っていうのは信州の方のですね、平賀ですけども、でその朝政子を、要は牧の方っていうのは自分の産んだ子を、すいません、婿ですね、を、源氏なんで将軍にしたかったんですよね、結果的に。ですから、力がなくなった頼朝を以後のですね、鎌倉将軍というのは変なし、誰がなってもよかったということなんですけど、もし朝政子を将軍に立てるということであれば、当然実家である北条氏の力が必要になりますし、その他御家人の人たちがやっぱり逆らう人たちも出てくるんですよ。そういうことでですね、北条氏も一人一人倒していったと。清掃の果てのですね、悲運の結末としか言いようがないんですけども、でこちらはですね、姿見の池って今映っています。畠山重忠公はそういった武将の中でもですね、特にお子さん妻子が多い方でして、正室は北条氏の時政の娘で、後にですね、足利幕府の慣例になる畠山氏になるんですけど、その畠山氏の元になった、再演してるんですけども、足利義澄ですねに再演してるんですけども、それは先のこととして、重忠公は、鎌倉へ向かい、要するに北条氏の策略にはまってですね、撃たれてしまうんですけども、その際にですね、その前日でしたっけね、息子の重康とその平賀朝政の確執から、
まあいろいろな状況の中でですね、要するに渡りに船なんですよ。補助士としては重忠だけはどうしても打てなかったと、それだけ慕われてた人でですね、歴史のある方ですし部門ですし、なかなかその隙がないと、だって鎌倉に駐身しててですね、もう全然その何の謀反の疑いなんかかけられる筋合いは本来ないんですよ。ところが、まあ、結局鎌倉に向かったことが、追討されてしまうと、たった鎌倉に向かうのに130人で戦いを挑むわけがないんですけど、それで鎌倉から派遣されたですね、まあ、北条、まあ、義時なんですけど、まあ、足立氏にしても三浦氏にしてもですね、いわゆる鎌倉御家人の人たちですよ、みんな北条に味方して、要するに時政の命令一つでことを起こしてしまったんですよね。まあ、ですから、重忠公が討たれる理由もなかったんですけど、まあ、そこはそこでですね、まあ、ちょっと重忠公の中心の話になってしまうんですけども、討たれる理由はないと、ということで、まあ、結果的にはですね、その息子の義時が父を諌めて、即日引退と隠居して、北条義時の時代が来るわけですけど、まあ、当然北条政子もその裏で動いていたと、まあ、ちょっと陰謀がすごいんで鎌倉の話をしだすとちょっと気にないんですけども、まあこちらのじゃあ姿見の話に戻りますかね、それだけの義忠公をですね慕っていた、要するにお姫様多くて、側室は先ほど言ったその北条氏の娘の一人と、あとですね、他に側室が 7,8 人は名前が分かっている方でもおよそいるんですけど、そのうちの一人の浅妻太夫、まあ、太夫と聞いてピンとくる方もいると思いますけど、要するに遊女だったわけですよ。で、ここはですね、その恋が久保と、名前もなんかロマンチックな名前ですけどね、恋が久保、まあ、久保っていうのは谷間とか、入り組んだこういった久保地のことを指していますけど、ここも今電車が見えますけど、中央線とその境にある谷間だったんですよね。で、この姿見というのはまさにその遊女たちがですね、まあ、自身の、まあ、お化粧した顔とか見繕いをしたと、要するに鏡の代わりに使ったんですね。それで姿見の池と呼ばれている場所なんですけど、なんとここにですね、その寵愛を受けた重忠公の側室だった浅妻太夫が、まあ、この遊女の一人ではあったらしいんですけど、ここに身投げをして亡くなったという伝説がある場所になるんですよね。はい、やっと浅妻太夫にたどり着きました。すいません、周りがねこう住宅地なんですごい静かなんで、今日ちょっと肌寒いんですけどもね、ここは整備されていますから、先ほど用水と言いましたけど、こう鳥さんがいっぱいいますしね、水も綺麗なんですけど、水の色はですねこんな感じで、なんかちょっと不気味な感じしますけど、湧水が近くにありますんで、日立市の研究所があるんですけど、そこが湧水があるんですけど、まあ、割と都心にある割には水がすごくきれいで澄んでいるという感じなんですよね。単純にこういった伝説とか歴史を知らずに散策している方がほとんどだと思いますので、姿見の池というのはそういう伝承があるというところで覚えていただければと思いますよね。でその遊女の浅妻太夫についてはあまり詳細は分かっていないんですけど、いわゆる鎌倉街道筋だったんですよ。この周辺も府中へ向かう途中にありますから、まあ、今で言ったら府中街道なんですけど、まあ、そこはですね、まあ、後に、鎌倉幕府を攻めた新田義貞も通ってますし、まあ、赤道橋というところですね、まあ、府中市は他に武梅柄の合戦とかでも有名ですけど、その街道筋の宿場町のあった、場所の、まあ、そのよくある宿場町のですね、まあ、遊女屋敷じゃないんですけど、その遊女のお一人だったそうで、まあ、重忠公がかなり、まあ、見初めたというか、まあ、非常に側室が 7,8 人もいるっていうのはすごい贅沢かもしれませんけど、お子さんもかなりいらっしゃいますし、男子もですねかなりいらっしゃるんで、まあ、実際に、まあ、有名なところは先ほど言った、畠山重康息子さんですね、党が有名で、あんまり名前を知ってる方っていうのは、まあ、研究者でもない限りですね、一般的には知られていないんですけども、あとは有名な側室菊の前という方がですね、加護塚ってありますけど、そちらもリンク貼っておきますけど、加護塚は重忠公がまあ、急遽だと、で駆けつけたんですけど、間に合わずにですね、菊の前という女性側室がカゴのままカゴで、要するにカゴで向かったわけですよ。でも重忠公が亡くなったと、自刃したと、撃たれたということを聞いてですね、カゴの中で
まあ、自殺してしまったという場所が伝承が花王塚という場所があるんですけども、まあ、それはそれで悲惨ですよね。まあ、他にも側室の方々の行方とか最後の結末がどうなったかちょっとわからない部分もあるんですけども、まあ、いずれにしてもですね、こちらの姿見の池、そのような伝承があるということでですね、一般の方はあまり気にされない。しかし鳥が多いですよね、花王とかね。そういう道なんで、ちょっとすみません、びっくりさせちゃったかな。でね、今本当にこんな綺麗な山のせせらぎというところでですね、まあ、公園についてここに書いてありますよね。あ、書いてありますね。これ新しい看板もちょっと何度か来たことはあるんですけどね、ここね、ここに書いてありますね。浅妻太夫がこちらですね、畠山茂太夫。ちょっと現代的なことしか書いてないですけど、まあ、平安鎌倉武将ということでですね、まあ、町のキャラクターにでもぜひなってほしいところがありますけども、まあ、鯉がここダミって呼ばれてたみたいですよね。何も鎌倉時代だけでなく、その前からも、人が住んでいたようですから、それの、まあ、出土品というのも出ているようで、馬のね印も出てますし、まあ、さっき言った鎌倉街道ですよね。まあ、道筋についてはですね、まあ、こんな感じですよ。やっぱり鎌倉街道を通って、北関東の武将たちはみんな鎌倉へ馳せ参じたわけですからね。まあ、このように周りも谷がすごいあるわけですよ。鯉ヶ窪谷、鯉ヶ窪、名前だけ聞くとすごくロマンチックなんですけど、まあ、こういった谷間を指している部分というのもありますね。ちょっと天気が悪い時の方がいいかもしれませんね。はい、畠山茂太凧伝承姿見の池でした。